の靴下も取ってくれ。シュー、私のも。みんな自分でやってよ。あー、おかしいな。家庭訪問のプリントをこの辺に置いたと思うんだけどな。大変だよ、家庭訪問。もう来週から始まっちゃう。そんなもっと早く言ってよ。はい、パパ、愛情たっぷりのカフェオレ。 ありがとう。あのさ、マミー。ねえ、シュー、どうした、見ててよ。ねえ、これってまた左右ちぐはぐだし。あ、本当だ。でもズボンの下だったら見えないし。え、ほら、ちょっと違うけど。あ、やっぱ気になる。当たり前だろ。それにこれ冷たいよ、乾いてないから。ねえ、シュー、どうした、見ててよ。あのさ、ね、ほら。わー、冷たー。本当だ。夏だったら気持ちいいのにね。冬はダメね。いやね、冬はダメねじゃなくてさ、洗濯物普通に夕方までにちゃんと取り込もうよ。うんうん、ね、うんうんうんじゃなくてさ、干す時もさ、こうシワを伸ばしてこうピーンとしてさ、きちんとこうピーン。履いたらすぐ伸びるし。ねえ、シュー、パン焦げてない？ドライヤーで乾かしてきます。パパ、私のも。ああ、もう、はいはいはい。ママ、パン焦げてる。もうだから、シュー、焦げる前に。うわ、ほんとだ。あ、お父さんさ、ほんと調子悪いよね。知ってるよ。毎日知ってる。なんかうちのものよく壊れるわね。マミー、ドライヤー壊れてる。火吹いた、火吹いた。そうそうそう、そのドライヤーもダメなのよね。ダメなのはママでしょ。はい、召し上がれ。この番組は暮らし感じる変えていく D&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。まったく、しおりもしゅうもなんでいつもこう脱ぎっぱなしかな。はあ、なんかすっきりしない。もう一杯コーヒーでも飲もう。おっと、あ、そうだ、今日は週のサッカーの日だ。ほんとボール蹴ってんだか泥の中転げ回ってんだかよく汚れるわね。よいしょよいしょ。あれ、ルミ、おはよう。ん、今家だけど。え、あ、いや、うん、もう間もなく出るところ。うん、いやいや、分かってるよ。やだ、忘れてない忘れてない。うん、大丈夫大丈夫。あ、分かった。はい、うん、うん、じゃあね。はい。あ、すっかり忘れてた。
やばいやばい、どうしよう、急がなきゃ急がなきゃ、よしよし。じゃあこちらからご案内いたします。すごい、なんかドキドキしちゃう。どうぞ。このモデルハウスで今一番人気なのがこの F タイプね。やっぱり戸建てっていいわね。窓がこんなにたくさん取れていいな。光がいっぱい入って、ここに白いテーブルセット置いてアフタヌーンティーするの。夏は家族でバーベキューね。あ、ルミも呼んであげるからバーベキューするとき。ほら独身だとさ、なかなかバーベキューなんてできないでしょ。それはどうも。わー、綺麗なキッチン、ピッカピカね。このキッチンは今主婦に一番人気なの。そうなの。わあ、こういう素敵なキッチンだとお料理の腕も上がりそう。わあ、なんだかダンスもできそうね。パパと一緒に踊っちゃう。そうだったわよね。マミと陽平さんの出会いは大学のダンスパーティーだったわよね。そうそう、大学のダンスパーティー。ダンスパーティーで壁の花だったマミが陽平さんに売れて、引く手あまただった私がなんで今も売れ残ってんのかしらね。マイホーム、マイドリーム、私の夢、家族と暮らす素敵な家。昔から言ってるわよねマミ。私絶対こういう家に住みたい。うん、住む。やっと頭金貯まったの。本当買うから、私。ルミよろしくね。私最善を尽くします。ああいいな、光がいっぱい。本当眩しいくらい綺麗ね。綺麗なのはここに誰も住んでないからよ。え、どうぞどうぞ。お邪魔します。ああ、モデルルームであれだけ感動するわけだ。あの、今日は出かけるのに急いでたから。パパとダンスね。あ、ここじゃ無理よね。だからほら引っ越して。あ、誰だろう。ゆうこよ。ゆうこも。ルミは鮭弁、マミは唐揚げ、私はこれ。自分だけデラックス。ルミは脂っこいの苦手でしょ。マミは高校の時から唐揚げ好きじゃない。ちゃんと気配り、心配りしたセレクトよ。ありがとう優子。今お茶入れるからね。私冷たいのがいい。待って待って優子、ちょっと開けないで。開け、ここは何。冷蔵庫だけど。冷蔵庫ってね、食品を保管する場所だけど、これじゃ食品の墓だよ。一体いつから掃除してないの。いつもあの大掃除の時にする。まさか大掃除の時しかしないとか。ほら夏にも1回ぐらいはする。これなんか去年の夏に期限切れてるし。陽平さん、よくこんな奥さんで我慢してるわね。特に我慢もしてないみたいだよ。まあ陽平さんが未だに惚れてんだからいいじゃない。結婚生活って主婦能力だけじゃないってことよね。ねえ優子、お弁当食べよう。見つけた限りは放っておけないわ。優子は整理整頓するのが好きなのよ。挙句の果てに旦那まで片付けちゃった。ルミ、あんたこそ賞味期限も消費期限も切れかかってる33歳独身、少しは焦りなさいよ。この際33歳独身は同じだけど。私は一回嫁に行ってるの。あんたは行ってないでしょ。未開封のものと一度手をつけたものの新鮮味が違うし。33で未開封もね。分かった分かった、ね、ちょっと分かったから、ほらお弁当食べよう。マミ、ちょっとそこにお座り。私はサンライフ住宅勤続13年、いろんな家族、いろんな主婦に会ってきた。はい。いく
新しく快適で綺麗な家を手に入れても、その家の主婦がだらしなければ家はすぐに汚くなる。つまり引っ越そうが新築しようが同じ。そんな、マミ、マミの大切な家族なんでしょ。もちろん。だったらまずこの家をきれいにしようよ。この家を？家の中がごちゃごちゃしてるってことは、マミの頭の中も心の中もごちゃごちゃなのよ。そうして、そういう頭と心だと人生も混乱してくる。はい。